皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢だよ。ゆっくり魔理沙だぜ。インスタでいつも可愛いワンちゃんの画像や動画ばかり見ていたら、動物つながりなのか。ライオンみたいな肉食動物が草食動物を捕食するような動画まで、おすすめに上がってくるんだぜ。そんな動画、気持ち悪いだけで興味ないのに、勘弁してほしいんだぜ。世の中には動物が捕食されるシーンや事故の映像など、ショッキングな映像に興味を持って、そればかり検索して見ている人も少なからずいるからね。それって悪趣味もいいところなんじゃないのか、一体どういう環境で育ってきたのか、むしろそっちに興味を持っちゃうんだぜ。そういえば世界の映画作品の中にも、なんでこんな映画を撮ったの？と突っ込みたくなるような悪趣味な映画もたくさんあるよな。よし、じゃあ今回は、史上最低の悪趣味映画についてゆっくり解説していくよ。それは楽しみなんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってねー。最初に紹介するのは1972年にアメリカで公開された映画、ピンク・フラミンゴ、だよ。タイトルはいかにも可愛らしい感じだけど、悪趣味映画なのか。監督のジョン・ウォーターズは10代の頃から問題児として知られ、自宅の車庫を化け屋敷に改造して小遣いを稼いでいたというから相当の変わり者だったんだね。土井勝さん司会のテレビジョッキーの奇人変人のコーナーに出場できそうなんだぜ。古臭い例えをするんじゃないわよ。主演は体重100キロを超える巨漢のドラァグクイーン俳優のディヴァインで、物語は世界一下品なのは誰かを競い合うというシンプルなストーリーなのよ。なんだってそんなストーリー展開になったんだ。指名手配を受けているディヴァインは偽名を使って、ベビーベッドの中で卵ばかり食べている母親のエディ、不良息子のクラッカー、変わり者の娘コットンと一緒にトレーラーハウスで暮らしていたんだよね。どの登場人物も強烈なキャラクターみたいだな。ある日、ディヴァインは世界一下品な女として新聞に報道されちゃうんだけど、この記事を見た赤い髪のコニーと青い髪のレイモンドの夫婦が、自分たちこそ世界一下品だと主張して対抗してくるんだよね。そうやって世界一下品なのは誰かを競い合うことになったというわけか。ここからがとにかく衝撃的なシーンの連続で、映画には世紀やうんち、吐瀉物が映し出されるシーンがあるんだけど、もちろん全て本物なのよね。早速、悪趣味な香りがプンプンと漂ってきたんだぜ。まず問題になったのが生きた鶏を交えてのトライアングル H のシーンで、さらにプレイの最中に鶏が昇天しちゃったことから、動物愛護団体が激怒してクレームをつけたというのよね。あう、映画の中で鶏と 3P しちゃったのか。犬や馬ならともかく、人間と鶏がパイルダー、オーン、するのは無理なんだぜ。マジンガー Z、みたいに言うんじゃないわよ。おまけにジョン・ウォーターズ監督はこの抗議に対して、食用の鶏を殺すのと何が違うのだ、と動物愛護団体の矛盾を指摘し、未公開シーンでは昇天した鶏を食事に使用するという暴挙に出たのよね。日本では考えられないような強気な行動に出たんだな。映画の中には通報を聞いて駆けつけた警官たちを迎え撃ち、全滅させた後にその肉を食らうという悪趣味なシーンや、露骨な性的シーンも盛りだくさんで、特に衝撃的なのは主演のディヴァインが犬のうんちを食べるというラストシーンなのよね。あう、世界で一番下品な人間はディヴァインに決まりなんだぜ。この映画の大成功で監督のジョン・ウォーターズと主演のディヴァインは一躍その名を知られるようになり、ピンク・フラミンゴは史上最低の悪趣味映画としてカルト的な人気を誇るようになったのよね。世の中にはこんな悪趣味映画が好きな人もたくさんいるんだな。次に紹介するのは1975年に公開されたイタリア・フランス合作映画ソドムの市だよ。アメリカ映画だけでなくヨーロッパにも悪趣味な映画を撮る人がいるんだな。この映画は暴力的な H や残酷な描写が多いことで知られる18世紀のフランスの小説家、マルキとサドが書いた小説を原作にした映画で、先ほどのピンク・フラミンゴと同じように排泄物や性器の露出が非常に多いことで知られる映画なのよ。あう、映画を見た青空球児師匠が思わずゲロゲロと唸っている姿が目に浮かぶんだぜ。いちいち言うことが古臭いのよ。原作のマルキとサドはフランスの貴族ながら、暴行の罪で死刑判決を受けたり、精神病院に入れられるなどしたヤバい人で、サディズムの語源にもなった人なんだよ。それじゃあ、このソドムの市も S&M をテーマにした段を二六テイストな作品なのか。
原作となった小説、ソドム120日あるいは陰頭学校は1785年にマルキッド・サドがバスティーユ牢獄で書いた未完の小説で、悪事によって莫大な財産を持つ4人の男が、フランス中から拉致してきた美少女、美少年たちと深い森の上巻で120日もの間、性的、拷問的な共演を繰り広げるというクレイジーな内容なのよね。ストーリーがあるようでないようなランチキ物語なんだな。映画界の中でも独創的な異彩として知られる監督のピエール・パオロ・パゾリーニは、この原作の舞台を第二次世界大戦末期のファシスト党が設立したイタリア北部の亡命政権の街に置き換え、秘密の館で繰り広げられる美少年、美少女たちとの盗作した世界を映像化したんだよね。あう、今なら児童虐待で訴えられちゃいそうなんだぜ。映画の中にはたわわな姿にした少女たちに給仕をさせて、恥ずかしめながら食事会が開催されたり、少年少女たちの中から1組を結婚させて無理やり英知をさせたり、首輪をつけて犬にしたりとカオスなシーンのオンパレードだったわね。さすがはマルキッド・サドの原作を映像化した作品なんだぜ。極めつけは耳を添えたり、舌を抜いたり、排泄物を少女に食べさせたりと醜悪な場面の連続で、まさに悪趣味の極みと言っていい映画なのよね。そんなシーンばかり続く映画に何か意味があるのかな。監督のパゾリーニはこの映画に政治的意図を込めていたそうで、スカトロの描写に関しては現代の消費文明、特に食物の浪費を強く批判する意図があったと語っているそうだよ。食物がもったいないからって、うんちを食べようって話にはならないんだぜ。1975年11月2日、ソドムの1、の撮影を終えたばかりのパゾリーニ監督は、ローマ近郊のウスティア海岸で激しく暴行を受けた上、彼自身の車で何度も惹かれて遺体として見つかるのよね。素人が考えても強い恨みを持った犯人の仕業としか思えないんだぜ。ソドムの1に出演していた17歳の少年が逮捕され、同性愛者であったパゾリーニに性的ないたずらをされ、正当防衛として犯行に及んだ、と証言して警察の捜査は打ち切られたのよね。正当防衛として犯行に及んだのに、どうして何度も車で引く必要があったんだ。1979年に最高裁は、少年の正当防衛を認めた上で、9年7ヶ月の刑が確定したんだけど、17歳の少年の単独犯としては無理があることもあり、ネオファシストによる犯行とする陰謀論などが巻き起こり、真相に関しては多くの謎を残したままなんだよ。ソドムの1はパゾリーニ監督の遺作であるとともに、多くの意味で話題を集めた映画だったんだな。最後は1973年に公開されたイタリア出身のマルコ・フェレーリ監督のフランス・イタリアの合作映画、最後の晩餐、だよ。最後の晩餐、といえば聖書にも記されているイエス・キリストと十二使徒による最後の晩餐を題材したモチーフじゃないか。レオナルド・ダ・ヴィンチもモチーフにした聖なるテーマをカオスな映画のタイトルにするなんて、それがすでに悪趣味なんだぜ。物語はパリの由緒ある大邸宅に集まった食道学の趣味で結ばれた4人の金持ち中年親父たちが、ひたすら食べまくり、やりまくるという七肉林を描いたカオスな作品なのよ。そういえば、食う、やる、遊ぶ、と井上陽水さんもテレビでよく言っていたんだぜ。それも言うなら、食う、寝る、遊ぶ、でしょ。4人の主人公たちには当時のフランスとイタリアで活躍していた俳優がキャスティングされ、それぞれの俳優のファーストネームがそのまま役名として使われたのよね。さすがに視聴者さんも知っているような有名な俳優さんは、そんな悪趣味な映画に出ていないよな。4人の一人、マルチェロ・マストロヤンニは、1970年の映画、ひまわり、など複数の作品でソフィア・ローレンとのコンビを組んでいることで知られ、数々の有名女優と浮き名を流し、カトリーヌ・ドヌーブとの間には娘がいることでも知られているわね。結構有名な俳優が汚れ役を演じているんだな。1988年のイタリアの名作映画、ニュー・シネマ・パラダイス、で、映写技師のアルフレードを演じたことで有名なフィリップ・ノワレも出演しているわよ。あの感動的な映画のメインキャストを務めた俳優も出演しているのか。邸宅には豪華な食材が次々と運び込まれ、4人の男たちは最初の夜、英知なスライド写真を見ながら生ガキの早食い競争をするのよね。赤貝の写真を見ながら生ガキを食べるなんて趣味が悪すぎるんだぜ。翌日には別荘の庭に植えられた菩提樹を見学に来た中学生を引率する女教師が晩餐に招かれ、娼婦3人もそこに合流して、
次々と料理を食べながら英知をするんだけど、みんな食べすぎて一晩中、ゲロゲロ、しちゃうのよね。あう、井上陽水さんは、食う、やる、リバースする、なんて一言も言ってないんだぜ。異様な光景に恐れをなした娼婦たちは邸宅を去るんだけど、助教師だけは残るのよね。そしてまた助教師と次々とマグワイアしながら、大量の美食を口に入れていくんだけど、ついに一人ずつ倒れてくのよね。食べては H、そしてリバースを繰り返す、まさに悪趣味な映画なんだぜ。ミシェルは大きなおならをしながら倒れても、さらに口に食べ物を押し込まれ、ついに糞便にまみれて息絶えるのよね。これはさすがに気持ち悪くて見ていられないんだぜ。マルチェロはただ一人邸宅から逃れようとするんだけど、ハンドルを握ったまま吹雪の中で息絶え、ウーゴはゆで卵の輪切りをきれいに貼り付けた壮大なモスクを作って、それを食べ続けて息絶え、最後のフィリップもスプーンでプリンをすくったまま息絶えるのよね。結局、助教師だけが生き残っちゃったのか、それにしても何を表現したいのかちっともわからないんだぜ。人間にはコントロールすることの難しい食欲、性欲の限りを尽くして人生を終えていく人間たちの姿を描いた作品で、土砂物や排泄物、過激なHシーンがあるにもかかわらず、この年の第26回カンヌ国際映画祭で国際映画評価連盟賞を受賞しているんだよ。あう、そんな悪趣味な映画が評価されるなんて世も末なんだぜ。ゲロゲロ。今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。リクエストがあったらコメント欄にじゃんじゃん書いてほしいぜ。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。それじゃあ、また来てねー。